来れたかな。はい、どうもリントです。プリュって言ったの聞こえたかな。今日の動画にはね、ちょっと BGM つけずにお届けしようかなと思いますね。はい、シェフィーさんがね、ちょうど今朝なんですけど、朝今5時半ぐらいですね、なんですけれども、この水容器の中でね、この子うんちする子なんですけど、水容器に入るのをね目撃したので、今まで一度も撮ったことがなかったうんちの瞬間撮れたらなと思って今撮影始めました。はい、うちね夜はLED のライトつけてて、今 LED のライト、これ一番明るい状態にしてるんですけども、変えたんですけども、寝る前はねこの LED のライト、全く消すっていう風にしてなくて、一番暗い状態にいつもしてます。うちのフクロモモンガちゃんたち、その状態でもね全然問題なく生活しているので、うちではそうしてます。全然問題なくね、うちの子たち夜中活動してるので、うちではそんな感じでねやっております。で今 LED のライトをねマックスの状態にして、で今この子がね水容器に入ったんで、はい、こんな感じです。有効な鳴きをしてますね。チキ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 っていう鳴き声をハロくんが出してますね。多分パッチちゃんがいるので、パッチちゃんと今一緒に暮らしてるので、パッチちゃんに対して有効鳴きでチキ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 って、で私がこのチキチキチキっていうのを真似した結果、今ギョロメちゃんが鳴きましたね。どこで声出してるのかちょっとね私も分かんないですけど、チキ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 って鳴くんですよ。でチキ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 シッシッシッっていう風に有効鳴きとして、まあ簡単に言うと求愛行動に近いですかね。でシッアンシッアンアン、なんかアンが出ない、今ちょっと声が喉が枯れていてアンって出ないんだけど、シューアン鳴きって言って、シューって言った後に結構甲高い感じの犬のワンっていう鳴き声に近い、ワンよりもアンに近いかな、どちらかというと、そんな声をね出します。を今ちょうど出していた状態ですね。で、こっちのねサパンナモニターちゃんに関しては特にそういう鳴き声はねないですかね。強いて言うと威嚇してる時にシーッていう音を出すぐらいですかね。これは後で水間を取り替えてですね、うんちがっつりしたのでこれは少し取り替えてあげないとですね。いや、ほんとでかくなったな。この水容器がね結構狭くはないけど、まだね全然ねなんですけど、ちょうどこういい感じの大きさになってきてますね。あとあんたあれだな、一回脱走しようとしたな、そこのところの見えるかな、ちょろっとね紐が垂れてるんですよ。おそらく爪をそこに引っ掛けて引っ張ろうとした結果が残ってますね。お、うんち終わったからいつもの定位置戻るのかい。なんかちょっと出にくそうだね、あんたね。お腹つっかえるようになった。前全然お腹つっかえることなかったのに。ちょっと自分の体重たくなって自分の体でいけなくなっちゃったか。今日はハンモックの上にちょっと乗っかって、乗っかったけどハンモックの下に入る。あそこの紐ちょろっと出てるの後でちょっとハサミで切っておきましょう。あそこで爪引っ掛けちゃったりもあれだし、首引っ掛けちゃったりもねしちゃうと大変なんで、あれは後で切りましょう。お、いつもの定位置に。あんたそこ好きだね、やっぱね、ハンモックの下好きだね。うん、はい、まあそんな感じでね、うんちのシーンが撮れたので、ちょっとうんちシーンを撮りたくてね動画を回しました。ほんとただそれだけです。なかなかね、うんちしてる瞬間とかブリュッていう瞬間とかってね意外とないので、ちょっとねどんな感じかっていうのをね見せれたらなぁなんて思って撮りました。なかなかね見ないんですよ。音だけ聞くんですけど、あ、うんちしたーっていうのはね音だけ聞いたりするんですけど、実際ねこう映像として見ることはあんまりないので、ちょっと撮りたかったって感じですね。うちの子はね優秀なんで、ちゃんと
この水容器の中でうんちしますね。でね、この水容器って水浴びもするし、うんちもするし、ここからね、飲み水も飲んでるっていう風に聞いたりもして、あのこの水容器しか入れてないよっていう人も聞くんですけど、なんかうんち混ざった水をね、こううんち出たらすぐ取り替えてっていう風に考えた時に、あの気がつかない瞬間っていうのも出てくるかなと思って、で私はね、あの水容器を別途ね用意しております。まあ、ペット用意してからね、あそこから水飲むようになりましたね。こっちから水飲んでる感じはね、私が見る感じはないかなってところですね。まあ、だからといってね、水を交換しないわけではないので、あのこの後水交換ねしたりしていくんですけども、ただね、水交換がね遅れてしまってね、あんまり衛生的じゃないお水飲んじゃうのもあれなんで、あの新鮮なお水はね用意してあげようっていう気持ちでも、あの水容器をね用意しました。あいつだいたいね、あそこでね、あの温まりながらね、首だけグイッと出してあそこから水飲むね、もう結構横着なやつでございます。まあそろそろね6時にもなるから、マスキングのライトつけていただけるかな、するとね、あのある程度いい感じになってくるとね、ここでバスキングします。この子はよし、バスキングライトつけといてあげるから、今日いつもよりちょっと早いけどつけといてあげるんで。ちなみにうちはタイマーではないで、サーモスタットとかそういうのつけたりとか、タイマーでとかっていう風にはしてないですね。このバスキングライトに関してで言うと、本当朝起きて私がバスキングライトつけて、まあ仕事行く場合は仕事に出発して、帰ってきて、夜まあ8時ぐらいに私は消しちゃうかな、7時8時ぐらいに消してみたいな感じをしておりますね。そんな感じです。後で水も取り替えましょう。そしてあそこのところのね、あ、今なら見えるね、ほらピロッと落ちてるんで、あそこハサミで後ほど切ります。おはよう、いい顔してんね、あんたね。ほっ、あープラケース越しに見るとちょっとダメだ、プラケース越しじゃなくてやっぱりこの上からの網越しの方が、うん、ピントが合わない、網にピントが合うんだよ。ちょっとちょっとちょっと、急にピントが合わなくなったね。はい、そんな感じです。すげえ激しく水飲んでるね。よいしょ、チロッと映っとく。おはよう、ハロくん。あのさっきあのシューってシューとチキ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 って鳴いてたのはこの子ですね。はい、他の子出てきてねえな。いや、出てきてはいるわ、中にいるな。そんな中に入り込んでご飯食わんくても、めっちゃ中に入ってご飯食ってるじゃん、あんた。あ、ほらチキチキチキって鳴った、鳴いた。え、追い出したの、あんた、チキチキチキって言いながら、求愛泣きしながらあんた追い出したの。え、あんた不思議な子ね、やっぱね。他の子たちは特になんてこと、あ、なんかウィンちゃんが頭だけ見えてんだね。こっちのハルとウララに関しては出てきましたね。寝てるね、寝てるね。はい、っていうところでございます。あのたまたまね撮れそうだったんで、シェフィーさんのトイレシーンを撮ったという状態でございました。そしてなんかついでになんかいろんな子を映しちゃうというね、あの私のなんか性格が出ちゃってますね。はい、っていうところでございます。あのまとまんなくなるんで、本日は以上でございます。よろしければね、チャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローお願いいたします。またね、あのたくさん動画も上げておりますので、よかったらそちらの方も見てみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。